ね、去年のね、7月21日かな、開店が。もう1年ちょっと過ぎましたけどね、2回すっかりやっても、2回か下がないか、全部何にもなかった。立て直したんですか？立て直してて自分でやったのこれ、これだって冷凍庫だ、冷凍庫。え、これ？これ冷凍庫、で、滋賀までもこういう景色あとないから、あんまりさ、これだけは誰にも手かけてもらうからね。住居兼店舗？いや、住居はこうできないから、あ、店舗だけ。一番いい時期だと4月から6月までだけかな。何が一番だ？カレー。4月5月はね、カレーを大きく釣れるんだ。俺連れてるとかさ、まさか連れてないの連れてるなんて言えないからさ、ある程度本当のことやっぱり言わないと、誰でも、要するにだから親子連れてきて、ここで弁当食べてんだ。カモメみたいだよ、カモメ。手からもう食べっからね、みんな。よくとそうするんだ。20、35はいいんだ、グループで。そのグループしか来ないから。食べに来るとびっくりするよ。ええー、なんて、こんなに近いのって感じでさ。あ、そこ行ってる。あ、ほらほら。ほら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 、こっち見ないんだ、こっち見ないんだ、ほい。ほい、ほれ。ほい。いいんだよな。今日風強いからね、ほぼれくできる。オスプレイだ、オスプレイ。津波こうやっていつかわかんないでしょ。何百年も置くんだからさ、だから来たら逃げればいいって、すぐ逃げればいいって言われたりするし、みんな言うんだ、何も怖くないよってさ。